皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、分け目のボリュームの出し方について紹介します。こんな感じでね、ペタッとしてボリュームが出なかったりとかで、なんか嫌だなーっていう風になる方って結構多いかなと思うんですけど、僕のお客様でもやっぱりね、ボリュームが出ないとか、あとはね、分け目が気になるっていう方が結構多いので、それの直し方について今日はしっかりとご紹介します。お店でね、お客様にお伝えしている方法としては、こういったダッカールを使ったりとか、あとはこういった串のテールですねを使ったりとかで、ギザギザにしたりとか、あとはこの分け目のとこに挟んでくださいみたいな感じでやるんですけど、このやり方でも全然できるんですけど、根本が分かってない方が結構多くて、でそれってどういうことかって言ったら、ボリュームを出したりとか髪の毛を形をつけていくっていう時に、前の動画でお伝えしたんですけど、水素結合、皆さん覚えてますかね。髪の毛がやっぱり濡れてなかったりとかしないと跡がつかないっていうことです。これが水素結合。またこの辺ちょっと出しておきますね。基本的にボリュームを出す時も、やっぱり根元から髪の毛を立ち上げるっていうことなので、髪の毛が濡れてないとダメです。なので最初にしっかりと濡らす、で濡らしてあげてからダッカールだったりとか、まあ櫛とかでボリュームを出していく。これでやってる方も結構多いんですけど、最近ねお客様に伝えてるやつが一番なんかボリュームが出やすいグッズがあったんで、これを今日紹介するんですけど、それはこちらです。前髪カーラー、これこう挟むやつなんですけど、これを分け目のところにブシャッと刺して、で形をつけて、でドライヤーでボリュームを出していく。そうすることによって案外しっかりとボリューム出るので、今日はそれのやり方をしっかりと紹介しますので、普段ねボリューム出したくても出ないという方、ぜひ参考になさってみてください。それでは動画をどうぞ。じゃあまず根元のボリュームが欲しいところに頭皮の化粧水をまずつけて、手でなじませてください。では次に分け目から1センチ1センチ左右に取り分けてください。で取り分けたところに前髪カーラーを挟む。そうですね、そんな感じで、でこの状態でドライヤーで乾かしていきます。じゃあ次にドライヤーで根元を乾かすようにドライヤーをしてください。実際ドライヤーでやったんですけど、まあドライヤーやって時間がね、ない時はもうずっと出かける前までこの状態で放置してても大丈夫です。じゃあ次外していきます。そのままね少し開いて後ろに引っ張ります。で分け目を戻すような感じでやってあげると、ちょっとふんわりしてくるかなと思います。最後にボリュームをキープしたい方は、根元をねちょっとつまみながら下からスプレーをかけてあげる。そうすると結構ね1日継続してボリュームアップしてくれます。外した感じがこんな感じでボリュームが出てます。はい、ということでこんな感じでやってみました。ボリュームアップ方法ってね、いろんなやり方をちょっと試してきたんですけど、お客様に伝えてる時にやっぱこれが一番やりやすいって皆さんおっしゃってたので、今回これをちょっと紹介させてもらいました。使い方的にはね、これ前髪のこのスタイリングのやつなんですけど、まあ挟めるっていうことで、まあボリュームアップにも全然つながりますので、根元がちょっと気になる方、ぜひ参考にしてみてください。商品のリンクとかは概要欄に貼ってますので、ぜひ、そちらからご覧になってみてください。はい、今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。まあ今後もね、皆さんが綺麗でねおしゃれになれるような動画だったりとか情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。